さあ、ということで皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。オチピーチャンネルでございます。さあ、本日はですね、どちらに来ているかと申しますと、じゃじゃん、JR 東日本東北本線の白坂駅に来ております。ここはですね、栃木県と福島県県境の、まあ、いわゆる一番関東に近い、駅になっております。私ね、初めて来るんですけど、あ、こんな感じなんだなっていう感じですね。はい、バスも来ております。ポストもあって、駅舎はこんな感じ。ではね、早速上の方に上がってみましょう。てか線路近いな。ちょっとね、線路が近いですね。すごくこれは面白いぞ。あ、こんな感じなんだ。なんか初めて来るんでね、ワクワクしますね。はい、もうね、っていうかね、これ下から覗けるな。下から覗くとすぐそこ線路みたいな感じですね。ではね、ちょっと駅舎の方に、あ、ここもあれなんだ、無人駅だ。行ってみましょう。駅舎はこんな感じ。うん。あそこだけやけにデジタルだな。白坂駅周辺こんな感じなんですね。この辺来ないな。あ、そうそう、なんかね、ここね、近くにアウシュビッツ平和博物館なるものがあるんですよ。へーって感じですね。でね、ちょっとね、行ってみましょう。こう、こう来るんか。こう来て、こう来て。はい。じゃあ、早速登ってみましょう。あ、もうね、すごい。お、すごい。すぐそこ、ホームだ。うわ、めっちゃホーム、すごい。うわ、すごい、ホーム。あー、かっこいい。この辺はね、もうね、県境なんで、ちょっと土地がありますね、いっぱい。なんで、すごく、こう、広いです。うん。ザ、駅って感じ。あー、この直線かっこいいな。これは電車来るとこ撮りたいな。うん、かっこいいですね。で、ぐるっと回って、こちらが、黒磯方面かな？ですよね。そうそう、こちら黒磯方面。で、向こう側が、白川ですね。白川とか、まあ、郡山方面ですね、向こうが。うん。あ、こんな感じなんだ。でもすごくね、こう山あい、そうですね、もう向こうがもう栃木県なので、山あいの本当にのどかな風景の中に白坂駅があるといった感じです。かっこいいですね。ただね、周りはこう何があるかっていうと何もないです。山間部だな、完全に。こんな感じでした。といった感じでお送りしました白坂駅。初めて来ましたけどね、かっこいいですね。すごくのどかです。静かな時間が流れてます。さあ、そんな感じでね、またお会いしましょう。オチピーチャンネルでした。今回白坂駅リポートでした。またお会いしましょう。バイバイ。